高坂神内を祀る台東区浅草橋の神内神社。高崎神内は、文禄、慶長期の盗賊。三浦上信、見聞集によると、下宇佐国の高崎の出身。江戸長奉行所に、関東各地の盗賊の首領は、風魔の一類ラッパの子孫どもですと訴え出て、結びとがりを主導したが、後に自身が、台東人として捕らえられ、慶長18年に、 浅草で処刑された。浅草、鳥越に残されていた、母碑内誌、祠が、江戸の知事などに取り上げられて香典が発達し、怒りの神、番長皿屋敷のお菊の父、辻斬り、武田の神、高坂男女の子、などの設定が加えられ、江戸後期から明治期の歌舞伎の演目などにも登場する。名字は、文献や作品により、高坂、先坂、高坂、 幸先、高坂、神崎、鳥越などとも記される。官営後期に成立した三浦上信、見聞集によると、陣内は下佐国の高崎にいた盗人であったという。徳川家康の関東入国後、関東各地には、盗人が大勢いて、民衆を悩ませいていた。高崎陣内は、江戸町奉行所へ、関東各地の盗賊の首領は皆、 風魔の一類ラッパの子孫どもです。自分は居場所を知っているので案内します。盗人狩りをしてくださいと申し出た。武行所は、高崎陣内を案内役にして、盗人狩りを行い、盗賊は根絶やしにされた。高崎陣内は、盗人狩りの大将になれたからと大勢の手下を集めて諸国に勢力を広げ、その様は、文禄期に計伏見屋に屋敷を構えていた。 盗賊、石川五右衛門のようだ、と噂されたという。しかしその後、各地で捕まった盗賊が、陣内の親類だとか、陣内の手下だといったことが続き、陣内は、慶長18年に奉行所に捕らえられ、支中引き回しの上、浅草原で張り付けにされた。高崎陣内については、処刑地となった浅草、鳥越の破壊しないし、祠が、江戸の知市に取り上げられ、 光伝が発展した。江戸時代の後期から明治の初期にかけて歌舞伎の演目にもしばしば登場している。ありがとうございます。